こんにちは、車が大好き、セイです。さて、ジャパンモビリティショー2023でダイレクトカーズさんの BR75G というハイラックスをベースにした超かっこいいキャンピングカーをじっくりと見させていただいたので、その内容を紹介します。では行ってみましょう。はい、こちらダイレクトカーズさんの BR75G、 ハイラックスをベースにしたキャンピングカーですね。これ YouTube でもランタイムさんなどいろんな有名 YouTuber さんが紹介している車で、私もこれ実物見てみたかったんですよ。で、東京モーターショーでもこれが展示されるっていうのを、その展示車両の中から見つけた時、めちゃくちゃ心躍りましたね。ご覧のようにこれハイラックスをベースに、完全にこのシェルを固定してあるタイプですね。こういったピックアップトラックの荷台にキャビン、この後ろの居住空間ですね、これを着脱可能なやつを乗せて、でキャンピングカー仕様にするというものは以前からあったんですが、これは完全にシェル一体型ということで、より車内が広く取れているというのが特徴ですね。こうやって今まで通りの居住性を確保して移動できるというのが大きな特徴ですよね。キャンピングカーといえば4人乗れるけど、こちらの前の席に座っている2人以外は後ろのベンチシートに横向きに座るなんてのもよくあったわけですが、これなら移動も快適というわけですね。そして上のバンクベッド部分、ここもハイラックスのルーフが長い分、ぐーっと長くバンクベッド部分が確保されてますね。その上でさらにポップアップルーフもついているので、車内も圧迫感のない、そういった滞在が可能ですね。そしてやはりハイラックスといえばオフロードのイメージが強いですよね。こういったマッドテレインのタイヤ、これがまた似合いますね。本気でこれアドベンチャー、冒険に行くぞって感じの車です。ベースとなったハイラックスはこの普通の前の車内空間ですね。ここに大人5人が乗った上で、荷台に500キロの荷物を乗せられるようになっているので、これだけでっかいシェル、さらに内装装備が入ってても、全然ここリアのサスペンションが下がりきっていません。まだこんなに余裕がある。というか、もともと空荷の状態だと後ろ側のここのスペースが広くて尻上がりみたいな状態になるんですが、こちら今荷物が乗っててちょうどいいみたいな感じですよね。実際にサスペンションの状態がどうなっているのかも確認してみました。ご覧のようにバンプラバーと呼ばれるサスペンションが完全に下がりきった時に上のフレームと接触するパーツ、これがまだちゃんとクリアランスが取られてますね。なのでサスペンションもちゃんと機能する状態が保たれています。このピックアップトラックならではの頑丈さ、耐久性というべきでしょうか、これは伊達じゃないですね。ちなみにハイラックスの最大積載重量は 500kg となってるんですが、これは日本の法令に照らし合わせた場合のものだそうで、国によっては1トンでも OK となっているそうです。また車体の底面を覗き込んでみると、スペアタイヤのさらに後ろ側にエアコンの室外機が取り付けられています。もともとこのスペアタイヤは車体の後端ギリギリにあるんですが、そこからさらにこの室外機が付けられるほど全長が延長されているんですね。その上で車両後端部分は斜めにカットすることで、ディパーチャーアングルも確保されています。パワフルなディーゼルエンジンも搭載しているというところから、本当にどこでも走っていけるアドベンチャーが楽しめる車になっていますね。オフロード用装備も満載で、このようにバンパーガードとそれから補助ライトがついてますね。これで本当に街灯のないオフロードの夜中、夜道の走行も可能ですね。こちらにも追加のライトがあります。この車は、ハイラックスの中でも GR スポーツがベースになってますね。
なので車内もかっこいい。後ろも大きくドアが開くようになってます。このおかげで大きな荷物もそのまま車内にここからポンと持ち込めますね。かつここシャワールームになっているので、例えばワンちゃんなどペットを一緒に連れてきて海とか山で遊んだ後、そのままワンちゃんここに乗せて、で足を洗うとかできますね。こちらにはまるでホテルを思わせるような洗面台、洗面スペースが用意されています。鏡もありますね。そしてこちらがシャワーノズル。特にこういったピックアップトラックにこうベースに作ったタイプって、ここまで広いシャワールーム用意できることってなかなかないんですけどね。見事ですね。そしてこちらが、エントランス、玄関というべきでしょうか。このドアもかなり縦に長い、でかいですね。そしてこちらがキャビンの中。まずご覧のようにここにテーブルとベンチシートがあって、そして奥の車室といえばいいんですかね、あちらのシートの方にこのまま車内でつながっているので、車の外に一旦出ることなくそのまま運転席あるいは後部座席からこちらの居住空間へと移動が可能となっています。これなら大雨の日とかも安心ですよね。運転席までの移動は、楽々とはいかないでしょうけど、できなくはないという感じですね。よいしょ。おお。車内の天井もポップアップルーフを閉じた状態だと、ちょうどこの私のおでこぐらいのとこですかね。ですがこうやってルーフを広げてしまえば、普通に立ってて何ともないほどの空間が現れます。全然圧迫感がないですね。そしてこのテーブル折りたたみ式なんですよね。今はちょっと動かないです。あ、動きません。こうやってパタンと折りたたむことでパッと立ち上がって移動できるようになってます。すいません、あ、これエアコンついてるんですね。はい、これ、家庭用エアコンですか。一応物理的には、はい、はい、一応家庭用には分類されるかなと思いますね。はい、これ外観がこう、あの車内とすごく合ってるんですけど、これ何、上から塗装か何かされてるんですか。いや、こちらは、はい、メーカーさんの方で、はい、今結構室内に合わせてデザイン的なところ増えてきてますので、はい、あ、そうなんですね、はい、そちらを組み合わせてっていう形で。はあ、結構収納もあるんですね。そうですね、はい、こういったところで、はい、小物だったりとかを、はい、この詰め込んでいただけますので、はい、はあ、あとこちらのバンクベッドですよね。はい、展開していただいても大丈夫ですか。こちらにピンがございますので、はい、そちらを引いていただくと、はい、1段階下がりますので、はい、引っ張り出していただく展開できますので、はい、最後は、下のところにこのバーがございますので、はい、この こういった形でグッと押していただいても安定するような、あ、すごい、しっかりとしたものになりますので、はい、奥行きとしても2m30ほどはありますので、結構高身長の方でも伸び伸びと、はい、寝ていただけますね。ちょっと私も寝てみてもよろしいですか。全然大丈夫です。失礼して、よいしょ、よし、あ、余裕ですね意外と、はい、寝れますよね。はい、開放感ありつつで、
はい、ちょっと奥が狭くなってるのが心配だったんですけど、はいはいはい、全然問題ないですね。そうですね、はい、うん、それで頭も余裕が、うん、だいぶリラックスして寝ていただけると思いますので、はい、あ、広いですね。だいぶそうですね、はい、どんな体型の方でもリラックスして寝ていただけますので、はい、はあ、すごっ。あ、ここライトもあるんですね。そうです、そうです。あ、この状態で下のベンチシートもベッドにできるんでしょうか。そうなんです。このテーブルの展開を、解いていただいて、はい、これがまた折りたためますので、はい、ここに、鉄フレームを、持ってくるんですけど、はい、こちらのフレーム、あ、こちらですね、はい、本当ですね、ちょっと、へこみがありますので、はい、そこにかけていただく形に、あとは、背もたれに使っていた、はい、マットをここにはめ込んでいただければ、はい、こういった形で、結構フラットな床展開になりますので、はい、これはどちら向きに寝るものでしょうか。そうですね、はい、うん、こういった横っていう形に横向きの、はい、ベッドになりますので、そうですね、長さ的には150あるかないかくらいなので、はい、まあ、お子さんだったりとか、はい、まあ、女性の方で、はい、寝ていただくスペースにはなるかなと思います。あ、なるほど。じゃあこれファミリーで泊まるのにちょうどいいって感じですかね、はい、そうですね、そちらでも全然使っていただけます。上なんか大人2名様でも十分くつろいでいただけますので、こうスペース的には余裕がございます。はい、例えばこの、それぞれのベンチシートの下は何かしらの収納スペースなんでしょうか。こちらはですね、はい、電装だったり向こう側ポンプって、あ、そうなんですね、給水ポンプがついてますので、はい、収納ではなくて、はい、今まで、そうですね、座っていただく形のものに仕様になっております。はい、ちなみに奥の窓はあれ網戸とかもついてるんでしょうか。そうですね、まず下の方が、網戸の方で、はいはい、上がまた、ブラインダーで、はい、まあ、カーテンのような、中から外見えないように、はい、外から中が見えないようにっていう形で、はい、なってますので、はい、プライベート空間の、保持っていうところでも、はい、しっかりとできていますので、はいはい、こちらも、標準の装備となっておりますので、こちらが瞬間湯沸かし器になってますので。湯沸かし器なんですね、これ。そうです、そうです。ポリタンクから、はい、水を経由することで、はい、また温水のシャワーとして使えますので、お湯が出るのはありがたいですね。そうですね、20リッターなので結構はい、シャワー浴びるくらいにはちょうどいいくらいの量かなと思います。はあ、すごっ。こちらのスペースは、はい、これを引き出していただきますと、はい、またテーブルが出ますので、まあ、ここで、手洗いをハンドソープとか物が結構多いか、シャワー浴びるにあたって、はい、スペースが欲しいっていう方はここを使っていただくと結構便利かなと思います。はい、じゃあここに例えば、ポータブルトイレを置けばここをトイレにもできる。全然大丈夫です。今だとラップポンとか、はい、まあ、電動で、処理してくれるような、はいはい、便利なものございますの で、 そ, うです、ね、それこそキャンピングカーって災害時とかも大活躍なので、はいはい、そういった時に、まあ、1台あればすごく安心かなと思いますので、はい、まあ、それこそトイレ問題って結構大変らしいので、はい、ですよね、はい、まあ、そこで、まあ、1台持っていても十分かなと思います。うーん、
ちなみにこの、 あの瞬間湯沸かし器はさすがに防水ではないですかね。一応防水でしてあると思いますので。でもここにこれ置いたままシャワー浴びても大丈夫、はい、そうですね。もうここに固定されているものなので、あの動かしはできるんですけど、はい、ポジションはここですので、はい、これは便利だ。ちなみにサブバッテリーの容量はどれぐらい、はい、サブバッテリーリチウムの、電酸鉄使ってまして 200A 入りますので、はい、そうですね、ものによってはですけど、はい、先ほどのエアコンの方が、はい、まあフル充電で 3,4 時間程度は、はい、持つかなと思いますので。うん、いいもの見れました。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひぜひ、あの厚木の方で店舗やってますので、はい、厚木なんですね。はい、機会があればそちらも伺わせていただきます、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ハイラックスの耐久性に裏打ちされたオフロード走破性と、それに快適な車中泊空間がプラスされたこの BR75G、 この車でならどんなところでも走っていけそうですよね。この車でオーストラリア大陸一周とかしたらめちゃくちゃ楽しいだろうなって思いました。何せこの車なら延々と長い砂浜を走り続けて、その途中で宿泊するなんてこともできそうですからね。さて今回の動画は以上で終わりとなります。いかがでしたか？面白かったよとか役に立ったよという方は、よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。